はいどうも皆さんこんにちは、ちょっとコラッタが多すぎるね、それではレッツゴーイーブイーブ1匹だけでクリアやっていきたいと思います。はい、さあいくぞー。ボーケーモ、うん、よっしゃ。まあまあまずはコラッタを捕まえて幸先のいいスタート切っていきたい、そういう気持ち、そういう感情で今頑張ってます。はい、いいね。アーボのレベルがどんどん上がってくる。素晴らしい、素晴らしいね。まあコラッタはいいんだよ。もうコラッタはもういらん。コラッタじゃん、なんかコラッタしか出ない、コラッタしかいねえじゃんここ。ちょっと待って、さあここはもうプリンしか出ないのか。ここはあれだよね、育て屋だよね。お、トサカじゃないか。でもちょっと待ってね、まずは草むらでちょっと新しいポケモンがいねえかを見ると。さあまあでもパーッと見た感じいないんだったらいないのかな。なんか出てもいいけどね。プリン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 、待って、ロコンロコンロコン、おおすげえ、ロコン、やった。さあ構えて、ほっ、どこ飛ばすねん、弱い。よしよしよし、行くぞ。ポケモン。さあ行くぞ。さあエクセレント来た。ポケモン。よし、素晴らしいね。さあローコーンを捕まえました。いいね。どん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 図鑑が埋まってる感じがしていいね、素晴らしい。さあロコンのデータ、毛並みや尻尾が美しい、大きくなると尻尾の先が分かれて増えていく。へえ、さあまだいるねロコン、もう一匹はいいかな別に。さあ多分もういないのかな、もういないだろうと見て、登坂さんどうしたんですか。あ、77、あ、やっぱ回復してねえ。まあいいや、あっちのゲート通れないみたいだぞ。でも地下通路を通ればクチバシティに行けるぞ。ちょっと暗くてあれだけどな。うん、セブンちょっとじっとして。お、なに、もうキスしたじゃん、もう絶対チューしたじゃん。なんかキラキラしてると思ったらこんなのが髪に引っかかってたぞ。嘘嘘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 嘘、絶対嘘そんな芋けんぴついてるみたいな感じじゃん。さあ元気のかけらが瀕死になったポケモンを元気にするって道具だぞ。はい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 、俺も少し持ってる、俺のも分けてるよ。めちゃめちゃ優しいな。さあ元気のかけらは2個、元気のかけらでもそんないらないんだよ。次のジムで役に立つかもな。あれ、もしかしてそれって船のチケット1枚あげる。え、いいのか、絶対行くよ。どうしたのこれ、あの喋るポケモンにもらったって。あ、いやそうか、ちゃんと人間だったのか。あの時のことはもう忘れてくれよ。じゃあ俺は先に行こうかな。さあさあ、なんかこのおっさんなんだ。僕のポケモン肩に乗せてると近くに道具が落ちてるときに尻尾で教えてくれるんだ。へえ、でもお前ポケモン持ってなさそうだけどね。まあでも俺のまだつぼみちゃんも教えてくれるんだよ、優しく。さあアイテムが、待て、お前じゃねえ、何、どうしたの。不安そうにキョロキョロ見回してる。声をかけてあげますか。はい、声をかけて大丈夫ですか。ちょっぴり安心したみたい。ああよかった、それならよかったよ。さあ虫除けスプレーを見つけた。さあどんどん歩いてっていいね。なんかえ、なんかいいなここ。そう、なんか言葉でうまく形容するのは難しいけど、ここなんか良くない。
なんか最後の道みたい、最後の道だわ語彙力なさすぎじゃない俺、大丈夫か。おどうした、ね、お姉さん。地下通路は薄暗いから落とし物多いんですって。もうバリアあったな、そんなあんなでかいもの落とすな、あんまり。さあまあね、みんな落とし物を見つけたらね、ちゃんと交番に届けてね。さあ俺は見逃さないよ。さあいい傷薬を見つけました。おう、初老の紳士どうしも。はっはっは、紳士的にお相手しよう。紳士的にお相手ってなんだろうね。ポケモンバトルに紳士もクソもなさそうだけどね。ジェントルマンのジョンソン、あ、まあまさにジェントルマンみたいな名前じゃん。イーブイ。さあお前はイーブイかもしんないけど、俺はねイーブイじゃないんだよ。俺イーブイじゃないからそう、ノットイーブイだから。あ、わかるかこの違い。じゃあまずメラメラバンだ。電光石火はやだ。ちょ、やばくない？ちょっと待って、 HP を回復させ忘れた人。ちょっとこれはちょっとやべ、ちゃんと回復させなかった俺がちゃんと悪いわ。やべ、どうしようこれ。これ生きて帰れるのか。これ回復の薬とか使ってくる？そういうことしちゃう？やけど治っちゃうよね、やけど治っちゃうよね。回復の薬か。いやまあいいだろう。これもちょっと全滅したらめんどくさいし、傷薬とか使っとくから。よし、猫に小判。さあ大量のお金をいただくぞ。よしよしよし。さあごめんなイーブイ。ゲーン悔しいよ。なんだお前、ちゃんと紳士保ってくれよ。めっちゃお金くれるし、ありがとう。ちゃんとそこはジェントルマンだったんだな。どうしたの急に。つい取り乱してしまった。強いね君。そんななるか。まあいいや、そんな、まあそれぐらい悔しがってこそポケモン取れないみたいなところあるよな。いや傷薬ちょっとなしでいってみるか。さあ傷薬なしで全滅しないでいけるかな。この道のトレーナーを全て倒していくぞ。この間で、あ、誰だ僕らのひそひそ話を盗み聞きしてるやつは。さあ誰でしょうね。こんな場所でひそひそ話すんだよ、あんまり見ないね。ひそひそ話してるやつ、あの人ひそひそ話してるわみたいな、そんな人会ったことある？みんなないよね。さあまあそんなね、あの絶滅危惧種のお二人にはこの生き生きバブルでも食らわせて、これで体力を回復させていこう。いいね、イーブイちゃん強すぎ、ありがとう。いや、もう負けないなこれ、この技強すぎて。さあニドランメス、メスじゃねえオス。さあ記号もわからないのか俺は。さあて、じゃあまあ猫に小判かな。猫に小判。あーギリギリ倒せない。まあ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 大丈夫大丈夫、続くぐらいだったら痛くも痒くもない。よし、猫に小判。素晴らしいね、こ負けませんわ。さっき九州に当ててほしかったな。まあいいや。さあノットイーブイ、いいぞいいぞ。なぜか勝てないんだ、なんでだろうね。さあいいね、スーパーボールとかもたくさんくれるし、ちょありがたいよ君。ひそひそまだ続けんの。ちょっとそこの君、人の立ち話を盗み聞きするもんじゃないわ。まあね、それはあまり聞くものではないけど、どうしても聞いちゃう俺は。さあピクニックガールのサツキ、勝負を仕掛けてきましたね。さあニドランメス。さあノットイーブイ。さあいいね、なんかイーブイの足いいよね、あんな感じなんだ、ちゃんとなんか4本足の生き物の足してるよねちゃんと。さあいいね。さあ噛みつくか、ちょっと痛いか。あ大丈夫、急所に当たってこれなら余裕だな。さあもう一回猫に小判。さあ猫に小判の PP もねえな。いいね、まあ小銭を稼ぐ、お金を稼ぎ、金欠知らずの
男セブン、さプリン、さあプリンか、さあいけるか、さあプリンちゃんはどうしようか、じゃあメラメラ、いやビリビリエレキで、さあ麻痺して、ああもう倒せるんだ普通に、さあありがとう、さあ勝負に勝った、ヤンやられるなんて情けないわ、まあ、そんなことはないよきっと、さてなんかピジョンがいるね、あ君、おや見かけない顔だ、強いのかな、なんか結構さポケモンバトル好きなんだねやっぱり人々も、船乗りの信行が勝負を仕掛けてきた、だって街の外で出かける人間ほとんど勝負仕掛けてくるもんね、やべえ街だよな、やべえ街ってかやべえ国だよな、関東地方はそんなのばっかか、さあビリビリエレキバイ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 、素晴らしい、いやあのとゆびちゃんいいぞ、そりゃないよ、いいね船乗りいい味出してるよ、さあさあここに珍しいポケモンいなさそうだね、あいないよね、さあここは真ん中抜けられんじゃねいや無理だよね、なんだよ俺なんかよ、まあ用はないけどね別にね、キャンプボーイのコータが勝負を仕掛けてきた、まだつぼみを繰り出した、さあまだつぼみか、まあ、俺のまだつぼみちゃんの方が可愛いよ、まあ一回も戦闘で活躍させたことはないけど、さあメラメラバーン、やっぱ効果抜群の技でワンパンで仕留めていくというね、こういう心意気が大事、うん、ありがとう、素晴らしい、情けない、売られた喧嘩に負けた、おいや違う違う、お前が売ってきてる、お前が絶対売ってきてる、俺が売ったことはないな、それは絶対だからな、さあ君はあちょっとでもずれるとこうやってね、私うん付き合ってもいいかな、は、お前そんなお前に決められるあれじゃないからな、付き合ってもいいかなとかね、そんな勝手に言われても困るし、まあ、ぜひお願いしますって感じで、ね、うん、お願いします、もうお情けでいいから付き合ってくださいもうお情けでいいから、もうお情けでいいんだ、もうなんか情けで付き合ってくれ、もう魔男でいいから、魔男じゃ嫌だわ、さあ、はあ、そんなくだらねえ話をしてる間に人影結構珍しい目のポケモンを倒していく、いやいいね強いね、ありがとう、さあどうもうまくいかないわ、まあねしょうがない、付き合ってもいいかな、付き合ってくれるんだろ、私も強くなりたいな、コツを教えてくれないかしら、まあまあまあ、もっとたくさんのポケモン持って歩いた方が安心だな、確かにな、みんな1匹とか2匹だけどさ、なんで6匹持たないの、ちょっとロコンいるじゃん、ロコンいるね、まあ、ロコンは置いといて、君なんだよ、あーぶつかっちゃうね、さあ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 、まあロコンも捕まえておこう、さあ行きましょうか、さあ君は最近いたずらばかりするゼニガメを捕まえたの、腕のいいトレーナーがいたらこの子を任せたいんだけど、俺は60くらい捕まえたらまたお願いしたいわ、はいはいはいわかりました、まあ、まずとりあえずねちょっと体力を回復させていきたい、さあまあじゃあガンガン行くか、ポケモン初心者ならうち寄っていくといいよ、初心者、まあ見たかね、今港にサントアンヌ号という船が来とるぞ、へえへえって感じ、私スポーツの後は汗でベタベタ、知ってる、ベトベタって海のヘトロから生まれたの、そうなの、ゴーゴーゴー、何してんの、
うねりながら地面を鳴らしている。わし地主、この四角の場所の全部わしの土地、ここにビルを建てようと思ってポケモンに地ならしさせとる。はいはいはい、ワンリ聞いて大丈夫？さあ、いろんなアイテムを買い込んでおくか。ここでようこそお探し物ですか。よしよし、モンスターボール、まあ、いくつ持ってんのモンスターボール。38か。スーパーボールの方がいいかな。10個で。よしよし、世の中にはポケモンで悪巧みするやつらもいる。ポケモン盗んだり高く売りさばいたり、そういう悪いことするばかりの集まりがロケット団さ。ポケモンは使う人によって良くも悪くもなるパートナーだと思うの。まあ確かにそうだよね。さて、じゃあそのサントアンヌ号とかに行くのが正解か。ちょっといろいろいろんな家行ってみるか。化け猫ポケモンのニャースを5匹捕まえてきたら、背中に乗れるプリティなポケモンあげちゃう。ちょ待って、今聞き流してたけどやばくね。化け猫ポケモンのニャースは花田シティの北に出る。5匹捕まえてまた来てね。5匹捕まえてくればいいの。一緒に歩くよりトレーナーを乗せたいポケモンもいるんだって。泳げるポケモンや飛べるポケモンに乗れたら気持ちいいだろうな。それは良さそうだね。ここは？はいはいはい、見てうちのピカチュウ、なんて可愛い尻尾。こいつ？チューピカチュウ、あー可愛いね。やっぱピカチュウいいな。私の愛しいパウパウ、抱きしめるとキューって鳴くのよ。さあキューって鳴いてもらいましょう。抱きしめ、あれ？キュー、あ抱きしめた。うちの会長は本当ポケモンにうるさいの。ポケモン大好きクラブの会長わしじゃ。あーすげえ、 EV とピカチュウ持ってる。持ってるポケモンは100匹を超えてる。ほとんど持ってるやん。ポケモンに関してはほんとうるさいですぞ。ってわしは、君はわしのポケモン自慢を聞きに来たのかね。そうか、では早速始めるか。やっぱりあのわしのお気に入りのキャラップかな。でな、が可愛くなたまらんく、さらにもうすごすぎで、そう思うか。どうして好き？はあ、抱きしめて寝るときもじゃろ。素晴らしい、美しい。ありゃ、もうこんな時間か。ちょっと喋りすぎたわい。わしのポケモン自慢をおとなしく聞いてくれたお礼に、これは気持ちじゃ。 EV セット、 EV セットとは君の相棒ポケモンになりきれるお着替えセットじゃ。はい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 、ちょっと着替えてみるか。なるほどな。ちょ、シックすぎない？なんか名探偵ホームズみたいになってる。あでもいいね、これ服を取り替えた感じで、これで旅していこうかな。いや可愛いな、イーブイちゃん。どうしよう、ニャース5匹捕まえるのやろうかな。ゼニガメも欲しいしな。ちょっとニャース、じゃまず5匹捕まえてみようか。ちょっとニャースを5匹捕まえる旅にちょっと出たいと思います。さて戻ってきました。ここにニャースが出るということで、ちょ疲れちゃった。ここまで戻ってくるのにだいぶ疲れちゃった。ニャースを出るまで待ちましょう。さあ5匹か、結構長い戦いになりそうじゃない。ニャース、あーニャース、ポケモン、うん、よし。そして確実に捕まえていこう、ニャースを。次でラスト。
よし、ラスト1匹。さあ、野生のニャースが飛び出してきた。さあ、エクセレンス、やった。さあ、ポケモン、うー、よっしゃー。やっと捕まえた。結構時間かかった。いや、素晴らしいね。さあ、こんな場所はもうさらばよ。もうちょっと帰ろう。じゃあちょっと戻ります。あ、ケイシー。え、今ケイシーいたよね。え、ちょっと待って、ここでうろうろしていいですか。ちょっとニャースの前に、え、ちょっと待って、マジかよ。ケイシーすぐ消えたし。やばいやばいやばい、もうケイシー欲しいんだよ、本当に。本当にケイシーは欲しい。出ると分かったんだったら早急に捕まえたい。さあ、ケイシーじゃない。お、ラッキーラッキーラッキー。よっしゃ、小さいラッキー。ちょっと待って。さあ、もう今度は絶対逃がさない。さあ、一切の油断をしない。さあ、それがつまりどういうことかわかるか。まあ、まずズリの実を使う。さあ、こういう時のために、まあ、死ぬほどスーパーボールを買い込んでるのはそういうことなんだよ。わかるか、君。わかるか。どこ投げてんの。さあ、行くぞ。ポケモン。さあ、釣りの実を惜しみなく使え。よいしょ。さあ、行け行け、グレート。ポケモン。さあ、いけいけ。ポケモン。ちょ、逃げんな逃げんな。釣りの実。あー、無理。エクセレント出したい。ポケモン。よっしゃー。めっちゃ経験値くれるし、やっとだ。さあ、前の前々回ぐらい、そのよりもっと前かな、のリベンジを果たしましたね。いやー、やったー。ちょっと今日、あ、まだつむいちゃんか。来るぞ。うつどんに進化。いやー、いろんなことが同時に起こる。さあ、うつどんのデータが新しくポケモン図鑑。お腹が減ると手当たり次第に動くものを飲み込んでは妖怪気でとどめを刺す。あれ、あー、止まった。なんだこれ。さあ、さらにラッキーのデータ。傷ついたものを見かけると栄養満点の卵を分け与える優しいポケモン。
優しいポケモンならもっと早く捕まってくれ。いやマジでスーパーボールをたくさん失った。おお、びっくりした。ウツドン、かわいいなお前。かわいい、かわいいかどうかわかんないけど、なんかその愛着が湧いてきたよね。さあケイシーを捕ま、もうラッキーで満足してる俺がいるんだけど、ケイシーを捕まえたいって言ってんだけど、ラッキーで満足してる俺がいる。いやここで満足しちゃいけないんじゃないか。 KC も捕まえて、今日はストーリーはねそんな進まなかったけど、その珍しいポケモンたくさん捕まえましたみたいな感じでちょっと終わりたい気がする俺は。だから俺はここで KC を諦めない。やべえよ、もうちょっと出かけなきゃいけない時間だよ。ちょっとどうしよう、 KC を諦められないよ。でもちょっと出かけなきゃいけないよ。あと5分、あと5分で見つからなければダメ、もう諦めるほかない。くっそきた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 。さあ一発で捕まえてる。マジで逃げんな。ちょ待って、なんだその軌道、止まれよ。ちょ遅い遅い、やべ一発またね。ねえねえ、なんでなんで、やべ、よし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 、いけいけいけ、さあ行くぞ、ポケモン、よし、やーやべ超嬉しい、やばめっちゃ時間かかった。本当にもう出なきゃいけないよ俺、もう出かけなきゃいけない時間近づいてる。やったケイシー。さあ1日に18時間眠る、危険が迫ると寝たままでもテレポートして逃げる。いやいや、よかった、ゲットできた、ありがとう。うわすごい、いろんなことが起きてる。よっしゃ、ちょお前もう60匹ずつ捕まえたんじゃないの俺。お、捕まえてる、捕まえた。62匹なんだ。 あなた腕のいいトレーナーのよね。この厄介なゼミがね、あなた引き取ってくれない、引き取りましょう、大事に育ててあげて。あーやった、さあゼニガメのデータ、水面から水を噴射して餌を取る、危なくなると甲羅に手足を引っ込めて身を守る。さあいいね、あーすごい、レアポケモンゲットしまくりよ。さあで君、あら化け猫ポケモンを5匹捕まえてるよね、約束のプリティなポケモンを受け取っちゃって。ウィンディ、ありがとう。さあウィンディのデータ、東洋で伝説のポケモン、はい、軽やかに走るその姿に虜にされるものも多い。いやいいね、すごくプリティな子犬ポケモン、ガーディが進化したらこうなる。あはー、いつ見ても激マブ、ウィンディちゃん最高。え、子犬ポケモン好きなのになぜ化け猫ポケモンを捕まえさせたかのって、あなたが激マブなニャースをたくさん見てもガーディ派でいられるか試したのよ。うふふ、なんだこいつ、なんだこいつ、でも嬉しい、ありがとう、やったで。さあ行くぞ、おお、あ、そうそう、お前すごい早い、しかも、あ、これがやりたかった、ありがとう。いやーってだよね、このウィンディをゲットしたところで、あ、このちょっと斜めに乗ってるのよくない、この斜め、え、わかる、これこのちょっと斜めに乗ってるのすごいよくない。あ、じゃあね、今回はここまでにしたいと思います。まあ全然ストーリー進まなかったけどね、僕的にはすごい嬉しい神回だったんじゃないかなと思います。
よければね、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。忘れずにセーブ。レポートを忘れたらもう絶望して泣く。ありがとう。